はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。はい、今日はやっていきましょうということになるんですけど、三大客式ということになります。はい、三大客式、まあ一番目では公認客式、はい、上岸客式、演技客式、これ三つありましたよね。三つ、公認客式、上岸客式、演技客式、この三つを合わせてですね、まあ三大客式というふうに言うわけです。はい、客式っていうのは何か見てる、ね、法律の細かい部分を要するにやりましてっていうのが客式ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。